はい、今日のご飯でーす。はい、美味しそうですね。うん、いただきまーす。味噌汁。うん、ちっちゃい。うちやつ。これまたじいさんの嫌いなやつじゃない。長いも。長いも。長いもお前知ってくたお前どう。好きだね。大体く。これか。それホタテだ。支持者らによる騒乱を起こしてトランプ前大統領を弾劾訴追する決議を今月13日可決しました。これを受けて上院で行われる弾劾裁判で検察官役を務める民主党の下院議員ら9人が25日刑事事件の起訴状にあたる弾劾訴追決議を可決しました。忘れないうちに弾劾裁判の審議は来月9日から始まる見通しで、トランプ前大統領が参加するには出席議員の3分の2以上の賛成が必要です。すでに退任した、トランプ前大統領の今日本当は買い物に行きたかったけど、明日行くわ。明日雪じゃないの。明日暖かいんだ。今日寒いぜ。寒い。全然。だいたい道路の水溶けないもん。うん。いつも遠征のところいつも溶ける。次の時は丸っきりだ。製薬会社からの供給が予定より遅れています。早いな。アメリカの CDC 疾病対策センター動いてないからか。4100万回分以上のワクチンが供給され、すでに2200万回分以上が接種されていますが、持ってかれてしまった。カリフォルニア州など一部の州でワクチンが急に反映したら今回は。このうちニューヨーク州では接種の許可が取り消されたり、大リーグの球場などを使った大規模なワクチン接種施設の開設を遅らせたりする事態になっています。ヨーロッパでは製薬会社からのワクチンの供給が予定より遅れています。 EU では24日の時点で2月からやるっていうのが一番いいですね。ワクチン2月だっけ。あ2月だっけ。製薬大手ファイザーなどはワクチンを生産しているベルギーの拠点で生産価格に伴って工程を変更しているため一時的に供給量が減少していると説明しています。誰も売ってないのに。こうした事態にイタリア政府は製薬会社に対し法的措置を辞さない姿勢を示すなど、変異ウイルスが拡大する中、EU 各国は苛立ちを募らせています。一方、イギリスと南アフリカで見つかった変異ウイルスについて製薬会社モデルナは25日ワクチンが効果を示す結果が得られたと発表しました。ワクチンが作り出すウイルスの働きを抑える効果が得られたのは必要なレベルを上回ったとしています。ただ日本は頭にいるのに作ってないんじゃない。効果を高めるための追加試験や新たなワクチンの臨床試験を始めるとしています。新型コロナウイルスの影響で地価が大幅に下がったため、相続税などの計算の基準となる路線価が大阪の繁華街の3つの地域で 4% 引き下げられました。毎年7月に発表される路線価が途中で補正されるのは初めてです。去年7月に発表された路線価は
感染拡大前の地価に基づいていたため、国税庁は地価が下落する中引き下げを行うか検討していました。その結果、大阪市中央区の新桟橋筋2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目の3つの地域では、去年1月から9月にかけて、地価がいずれも 23% 下がったことが確認され、20% 以上の下落という目安を満たしたとして、引き下げを決めました。3つの地域の路線価はいずれも 4% 引き下げられ、震災橋筋2丁目の最も高い地点では2152万円から2065万9000円。ばあさんそんだけしか食わないの？ばあさんそんだけしか食べないの？ご飯がいらん。ご飯そんなに食べれない。これは？これあるよ、いっぱいある。いっぱいあるけど。ばあさん食べない。だってここにお母さんあるもん。こんだけあったり。店中も寒い。寒いよ。寒い。うん、今温まったけど。朝一寒い。お客さん寒かったですよ。あの電気のストーブも炊いた。うん、ご飯もいいな。うん、なんでこんな硬いこれだろうな、寝ないし。肩？肩こりだ。なんか貼ればいい。うん、サロンパス貼るかな。何？サロンパス。じいちゃんにサロンパス貼ってもらう。あれはあの磁石のやつ。ピンクエレキ版。あ、ピンクエレキ版ね。ないか。何？俺も肩こってる。冷めたら治るかもしれない。カチカチで。省エネ分野などへの投資に必要な資金を調達する際、投資家に対して東京タワーを開示すべきか指針を策定するため、金融庁や環境省と合同で検討会を設けることを。柔らかいね。柔らかいよ。柔らかいって。柔らかいか。基本マッチョ。円相場はどこに対して小幅変動です。現在昨日と比べて2000円安ドル高の1ドル103円72銭から73銭、1ユーロは125円92銭から97銭になります。一方、今日の東京株式市場株価は値下がりしています。株式って株買ってる人の出なかったら何も興味ないです。だからうちら興味ない。難しくてわからん。東証株価指数トピックスは 1852.96 でした。株持ってる人ら上がった下がったってね、うん、楽しみあるけど、我々は何。こんにちは、北海道のニュースをお伝えします。変わった人、また変わった。新型コロナウイルスの国内最大規模のクラスターが発生した旭川厚生病院について、厚生病院に旭川市保健所は新たな感染者が4週間出ていないとして、今日午後収束を発表する方針です。旭川厚生病院では、11月20日に感染者が初めて確認されてから、これまでに患者や職員など合わせて311人に広まり、国内最大規模のクラスターになっています。旭川市保健所によりますと、頑張って日本からコロナになった関係ある。ノグルでも、ノグルでやっとるぜ。クラスターに関連する新たな感染者は出ていないということです。このため保健所は今日改めて感染確認がないことを確認した上で、午後5時から会見を開き、およそ2ヶ月間続いたクラスターの収束を発表する。旭川厚生病院は制限していた。どこが来ないの？
下半にダムがないの。じゃあ、あの、ダムを埋めるんだ。だから下半。うん。他の。あれが来たの、みんな見えた。ああ、積まれてるな。全然通じないでしょ。鉢にもぶつかって、あらら、滑ったんだから。かわいそうなことになって。なんだあのとこ行ったん？滑ったんだよ。痛ましい車なの。運転席にいた人が飛ばしとったんだろ。飛ばしないとあんな乗り越えない。こんな雪山の上に乗り上げて木にぶつかる。電柱なかったらいいね。何もなかったら木なかったらなんか家の方に突っ込んでる。衝突してるかもしれない。対向車線。いや、歩道だもん。もう歩道乗り越えて、もうちょっとで歩道のところ、間の木や。よっちゃん、よっちゃんもドローン持ってるとか、あ、よっちゃんドローン持ってるとか、用の会社、よっちゃん、なんで使うの？なんか、なんだって？ドローン。今の家具でなんか見るの旗で、うん、40万なんかしたっちゅうの。高いよドローンな。今安いやつ買ったって使えるな。うん。なんか工程鳴らしたりするから。全部見るのにって、うんうんうん、なんかそんなこと言った時あったよ、うん、すごいな。ほらドローンない、いらん、屋根の雪見るんか。屋根の雪見れるでしょ。ドローンでどんだけ積もってる。見えるな。ドローンで落としてもらう方法考えなきゃ。ドローン買うか、じいさん。そこらんじゅうの屋根。ここのひどい雪だぞ。盗撮じゃねえか。全然な、お父さんが忙しいんだろって建設会社。うん。これはオリンピックもあずましくないね。これやってる最中に出る人いるかもしれない。やっぱもう今年は雪まつりもないし何もない、うん、本当だよね。今頃あれだもん。にぎわってくるもんね。旭川だってね。旭川なんかやるんだよ。もうオリンピックだっておそらくやめるよ。やめるって言う、うん、やめるって言ってるからやめる。もう来ない、やめた。
あんなでかいの建てたのに。あれだけでないと思う。生徒、選手入る選手村も作ってあるんだべよな、うん、昔みたいに建てて。選手だって、選手だって練習してさ、出ようとして頑張ってるのに、一日伸びてたら体力なくだって病気には勝てない。コロナ。今も言っとったニュースでさっき。バッハはやるって言ってると。会長。会長オリンピックやるって言ったって、他のもんが騒いでるから。この人アーチェリーかなんかでやる。ああアーチェリーだかなんだかって言う。アーチェリーの人だ。久々に見た。この人やりゃ、ピアコがいいかったんだから、この辺追求するのはもう難しそうなんで、ちょっとこう、うまく使うなら、こう楽しく使える前向きな話の一つになったんだ。うん、中山行ったら、今度行ってこないんだ、お前、食堂。普通のままくれって、なんだかちょっと頼んだろ。はい。だから何だこんだって普通のこれだとかって細かいこんなに飯うまくこれにこんなに言ってくれるんだよ食い切れんだぞじゃあ食い切れんけどな娘帰る困ったら持っていってみてもこんなに秋葉原だぞうん今度行ったら行ってみるくん食い切れんとか、うん、はいごちそうさまでした長芋食べたんですねじいさんホタテは残ってるよホタテ食うだ長芋と長芋とひき肉と生姜の炒め物これ美味しいんだけどな、うん、美味しいよねじいさんはすったやつが好きなの食べたんだよ、頑張って、うん、はい、ごちそうさまでしたごちそうさまでしたわごちそうさまでした